この絵はですね、鎌地君が冬休みの宿題として描いたらしいんです。私は宿題を出さないたちなんですけども、何か持ってくれば見てあげますよっていうことは言ったかもしれませんが、それで鎌地君が何もしないでいたら、お母さんが何もしないでいいのって言って年賀状を書いてたらしいんですよね。じゃあつんで、その年賀状を書き終わったその墨を使ってですね、動物を書き始めたそうです。で、目の前にあるものから書き始めまして、何枚書き進んだ時に、今度弟の大輝君と妹のなっちゃんが来て、あれ書いてこれ書いてって言ってるので、あっという間に30枚から40枚ぐらいになったそうです。それで最初は白黒だけでですね、書いたんですけれども、お母さんが「あれ色つけないの？」って言ったら「あ」ってんで、2回上がって使い古した水彩絵の具を持ってきて、シャ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 って全部書いたということだそうです。それで鎌地君のこの動物が得意なのはですね、幼児体験っていうか、動物園行きまして、一つの檻から一つの檻まで気に入った檻があると、1時間も2時間もその檻の前から動かなかったっていうことで、非常に親が苦労したっていうか、そういうエピソードを残しています。ですから、自分が納得するまでっていうか、自分の全身全霊でですね、その動物の特徴っていうか、そのあれを、なんて言いますかね、感受するって言いますかね、理解というより感受するまで、自分をその動物を見つめてたんでしょうね。ですから、動物の動き、それからそういう動物の持ってる特徴、そういうもの全部ですね、自分で納得して次の動物を見たということで、それぐらいものを見る力が小さい時からもう天分として備わってたわけですね。それも並でなくて、自分が納得するまでずっとそこに見てた。なんて言ってますかね、必要までに好奇心って言いますかね、そういうものがあったんですね。ですから、そういうものが元にあったので、これだけのも、あの動物が一気に自分の頭の中からっていうか、感覚に通してですね、表現できたなと思います。その全体の自分の感性の体系がなければ、こういうもの出ないんですね。ただ絵本を見たとか、そういう話を聞いただけでは、全然そういうこういうものは出ない。自分の感覚で通して納得いくまで、ものを見つめる力があったからこそ、こういうものが表現できたんです。そういうものを彼っていう生まれつきに持ってたんですね。そういう類の作品だと思います。